話ね。うん、いいよ。大空洞エリアでキリトと一緒にボスと戦いたいかな。うん、キリトと私なら十分倒せると思うんだけど。それじゃあ一緒にボスを倒そうね、キリト。それでフィリア、ホローエリアに行くもう一つの目的って何だったんだ？
回はキリトと大空洞エリアに行ったじゃない？ああ、そうだな。誘った私が言うのもなんだけど、大空洞エリアっていい思い出がないんだ。自分のせいでキリトをピンチにしちゃったし、あいつプーに PK されそうになったり、なんだか散々なことばっかりで。フィリア。でも私、嫌な思い出のままにしたくなかったんだ。だけじゃなくて、ホローエリアでキリトといた時のこと、ちゃんと楽しい思い出にしたかったの。それがもう一つの目的だったのか。だからキリトと一番最初に倒した敵、ホローリーパーをもう一度倒したかったの。そうしたら最初から始められる気がして。ねえキリト、私やり直せるかな。最初に会った時のフィリアは今みたいに笑ってくれなかったじゃないか。もうとっくにフィリアをやり直し始めているはずだよ。キリト、ありがとう。おい、泣くなよフィリア。さっき楽しい思い出にしたいって言ったばかりじゃないか。バカ、これは嬉し涙だよ。もうキリトの慌てぶりを見てたら涙も引っ込んじゃった。泣かれるのも困るけど、引っ込まれるのも微妙な感じだな。よし、フィリア。次はホローエリアのどこに行くか決めようぜ。次はね、ホローエリアの全マップ制覇。それはなかなか骨が折れそうだな。大丈夫、私とキリトならね。それじゃ、またね。
たね。よろしくね、キリト。と一緒に寝に来たの。キリトも早く寝た方がいいよ。攻略とかいつも大変でしょ。早く体を休めよ。ダメだよキリト、ちゃんとしたところで寝ないと逆に疲れちゃうでしょ。こっちに来て。キリト、あったかいね。私キリトのそばにいると安心するんだ。だから
が一番気持ちよく眠れるんだもん。ということで、おやすみなさーい。どうしてもダメ？じゃないけど、まあいいじゃん。早くキリトも寝た方がいいよ。何か心配事でもあるの？あ、そうか。大丈夫大丈夫。私はキリトに何もしないから。だって私の方がお姉さんだからね。うん、そういうもの。じゃあ本当におやすみなさーい。